建設現場の業務は多岐にわたっておりますことから多忙を極めていますので、施工計画の作成といった本来業務に専念することが難しい状況にあります。このような状況下で ICT の活用による業務省力化は喫緊の課題となっております。そこで鹿島建設横浜支店では、すべての現場で一つ以上の新しいスマート生産にチャレンジするという方針を掲げております。これは現場に近い支店と現場がタイアップして、現場で必要な ICT をタイムリーに提供し、業務を効率化するという考えに基づいた施策です。具体的な活動としましては、さまざまなものがございますが、その中でもマイクロソフト365やパワープラットフォームといったマイクロソフトのプラットフォームの活用に力を入れ、現場の課題解決に取り組んでおります。この規模の現場では、何十社という協力会社と関わります。なるべく図面を使って情報を伝えるようにしていますが、どうしても各工事の進捗確認に時間がかかったり、言わないなどの行き違いが生じたりといった問題が起きてしまいます。さらに大規模な現場になれば、1000人以上の作業員さんが集まりますので、現場での情報共有の改善は大きな課題でした。こうした課題を解決するたびに、Power BI による工事進捗状況のリアルタイムな可視化と、Teams による情報共有の一元化、Teams トランシーバーによるコミュニケーションの円滑化といった具体策を実施することにいたしました。以前は杭工事の進捗報告は1日1回だけ、それも紙に色を塗っていくなど、すべて手作業でした。それが今では、Power BI の画面を見るだけで進捗状況が把握できるようになりました。入力や図面作成にかかる時間も約6割削減することができました。これまでも内装工事や空調機工事の進捗を管理するシステムをマイクロソフトのサービスで実現していましたが、すべての機能がバラバラで、機能ごとに都度ログインし直さなければなりませんでした。一方で Teams ならば、すべての情報共有とコミュニケーションをひとまとめにしてくれます。この便利さは実際に現場で活用されるシステムにしていくために非常に重要なことです。実際に現場で使ってよかったと思ってもらえるものでなければ、他の現場に横展開することはできないです。Teams トランシーバーのおかげでイレギュラーの事態に遭遇しても、その場ですぐに相談できるようになりました。例えば、杭工事で穴を掘っていて硬いものに当たったとき、ヘッドセットのボタンを押すだけで関係者全員に状況を伝えることができるのです。音声は非常にクリアで、重機が稼働している場所でもはっきりと会話できます。ネックバンド型なので落とす心配もありませんし、耳にかけるだけなので、日中ずっと現場にいなければならないときでも負担が少なくて助かります。現場には滑りやすく危険な場所も多くありますが、Teams とスマートフォン、ヘッドセットの組み合わせであれば両手が空きますので、手すりなどをつかむことができますし、屋外での遠隔コミュニケーションを安全に行うことができます。スマートフォンやタブレットの画面を見ながらヘッドセットで会話するといった遠隔コミュニケーションも可能です。今までも現場に業務効率化のニーズはありましたが、工事はどんどん先に進みますので、システム作成を外注するとなるとスケジュール感が合わないことが課題でした。一方でパワープラットフォームなどのローコード開発プラットフォームであれば、内製化によって開発スピードを飛躍的に向上することができますので、現場のニーズに即応できるボトムアップでの鹿島 DX が可能となります。今まさに資機材の貸し出し状況が管理できるシステムを運用中であったり、建具の製作と施工を管理できるシステムや物品発注申請の回覧を電子化するシステムの試作が完了しております。今後も進捗管理や回覧業務の電子化、ウェブ会議の自動文字起こしによる情報共有といった各種機能へのアクセスをひとまとめにするため、 Teams で一元化できるシステムを増やしていきます。Teams を使えば建設業がガラリと変わるというメッセージを現場から世界に発信していければと思っております。